発射された砲弾の運動エネルギーを利用して敵戦車などの装甲を貫く鉄鋼弾を走りながら射撃します。続いて砲弾の爆発によるジェット群流によって敵戦車などの装甲を突き破り対戦車榴弾を停止した直後に射撃します。その後速やかに砲弾を鉄鋼弾に変更し再び走りながら射撃します。装甲間に行う射撃は極めて高い燃度が必要です。左手をご覧ください。90式戦車状態が侵入してきました。目標は6の台左、黒の台および黒の台左です。大きな音がします。ご注意ください。90式戦車が離脱します。統制の取れた離脱容量をご覧ください。
トマル式戦車が離脱します。離脱速度の速さをご覧ください。まあ、この切り深さ行くだろうな。全体演習の最後に空挺隊員による自由降下および